女子アナでアヒル口しだしたのって誰ですか。あのみやとうこさん。いやとうこさんしてなかった気がするな。誰だろう。誰だ。まあ、だからあれですよね。難しい話とかになってる時に。うん、あの、女子アナさんはこう口調を出す場面じゃないんだけど。うん、でも、私、よくわからないけど、でも、真面目な話にはすごく興味があるんです。うん、的なことをアピールする。そ,ね、その顔が抜かれることを分かってる前提でする、うん、口じゃない。藤士生の飛べ なんでよ、なんでそんな個人的に名前が出るの、戸部さん?。うん。そうなの?。戸部さんってわかるよね。戸部さんは。戸部陽子。戸ようこさん。うん。あの人、私、口するね。そう。はい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 っていうと。じゃ、彼、よく見てる、ね。あと、誰だろう、いや、だその辺、あれ、うん、こう、元凶みたいのは。結構、アナウンサー会は大きいと思います。今、みんなするじゃん。 はいるうちね、若いアナウンサーさんね。うん、あれね、年取ってからやるとね、単にね、しょっぱい顔なのよ。シワが目立つってい、ね。そうなのね。あれ若いうちしかできないよね。うん、シワがない人しかできない。そう、あの年取ってちょっと頭がたったっていうとまたあれですけど、まあ,あ<の>法令線が深くなってからやると,、うん、とだいぶあれよ。何かから降りた途端にはしゃぎ出す NHK の女性アナウンサーいるじゃん。<laughs> いやあなたすっごいお堅い7時のニュースとか読んでたはずなのにみたいな少しこう人生もいろいろ落ち着いてきて<ー>なんかお昼のトーク番組とかの司会とかで出だした途端に「うん、はいはいはい!」みたいなことを言い出す人が結構いらっしゃるんですけど <laughs> あのああと NHK のさ男性アナウンサーでもさなんかそういう情報番組とか<ー>バラエティ番組とかだとなんかこう。 あの真面目な僕だったんだけどフレンドリーさを出さなきゃと思って、うん、そのフレンドリーさを出す方向を間違えて妙います、ねうん、なんかこうあの下手な下手なおネモノマネみたいな感じになっちゃう人、うんうん、あのフレンドリーさを履き違えてそうですよねみたいなそうになっちゃって <laughs> なんかいやちょそうでもないんだろうと思うんですけど、うん、きっとこの人のねその想定の中にそういうこう,、うん、うお茶の間に親しみを持たれるキャラクターっていうのがきっとなかったんだなと思って。 い自分が何か有効な手立てになるって思った時に男も女も人はるる口をすすんで同じとこに行き着いちゃう幼児っぽさっていうねで、それはやっぱりこうあの「コーナー取り混ぜなきゃいけないアナウンサー」っていう職業ではよくありがちで日テレのすげなんかもアフィル口するんですけど男のくせにお前は生まれつき顔がさ甲羅謙虚さんもあれ生まれつきアフル口なんでしょ コーラー健吾さんコーラー健吾さんっているじゃないイケメンさん。あの方が朝のドラマ出てる時はずっとも軍服着てても何着てもずっとアヘンンなのが気になって。<laughs> こういう顔なんだろうなと思って。こうのな逆子だったのかな。ずーっと。ああ、いるふうになるの。ってずっと口角上がってるってなかなかな結構な筋肉の使いっぷり割れて。だから うん、何かのこう自意識の置きどころみたいなので、うん、口元って出るよね、はああまあね照れ、うん、隠しでぶんむくれるってパターンも私私そっちですけどそうでそれで固まってっちゃう人もいるし人もれば美川<の>さんみたいなのもいれば <laughs> もうあれで顔がこう固定されちゃう人とかさ <laughs> <laughs> まあ、ね、緊張してニコニコしちゃって「お前何笑ってんだ」って怒られる人もいるね,、うん、ねそうだから でもでアヒル食感だ,だ,だったらの人だからそのアヒル口で、うん、そういうこう思春期だからそういう女子も、うん、そういうメンタルになるんでしょうねこのぐらいの15歳だとで、ね、それを男子も組み取れる今、うん、年頃なんでしょうねあそうだねじゃあコミュニケーションは成立してるってことですよそうだね,ねもしこの人が本当に15歳ならばそう <laughs> <laughs> ね、まだ言いますけどまだ言うかまだ言うか、まあ、潤太くんがちょっとちょっとうんちくトークとかすると女の子は、まあ、潤太くんのことをそんなに憎からず思ってる子だったら、うん、アヒル口とかしてあ<と>くれるかもねそうあな潤太くんにアヒル口をしてくるってことは、うん、何かをそ,うそれこそ本当にアピールしてきてるってことは、うん、あなた持っててるってことよ。そうよね、うん、ただ相手がアヒル口するってことは若干話が長いのかもしれないね潤太くんのね。あ そうなんだそれはだから女性の心理でだって相手の話聞いてる時じゃないな話聞何もしてない時にはひル口ちあんまないから話聞く時にうん私分かんないけどでも一生懸命あなたに向かって今理解しようと思って気持ちを全面的にあなたに集中してるっていう中学生同士でそんな語り合わないじゃん、うん、中学女子ってさ、うん、突然変な自意識芽生えてさ誰も見てないのになんかさまばたきしてたりとかするじゃん女子校でもいたよ女子校でもいたやっぱりそこ 私そういうの絶対見逃さなかったからさ「<laughs> お前誰も見てねえぞ今」みたいな <laughs> 女子校でも言いたいと確かにあの,のんちゃんって子はそうだった、うん、あとこう <laughs> トイレにパッと入る時とかになんか紙ファサとかやってみたりとかさ「うんうん、今ほんと可愛かったね」ってなんか中学生同士では「何なんだろうあれ」とか「な、うんで喋り終わった時にこうやって目くるってやるんだろうあの子」みたいに言ってたけど <laughs> う<か>今ほんと可愛かったあれあ中学生のね,ね自意識のこう発露っていうのできないもんな私たち今もうね 喋り終わったできない, <laughs> きないもうな中学生時代に中二病にかかったりしなかったのだからそこは、うん、いや中二病は中二病だけど妄想が突っ走るみたいなねやっぱりはみ出てましたねではみ出てるのに気付くのも大体13子ぐらいだから、うん、だからそことの折り合いよだから中二病を予想つつのもあるよ予想ってたって何 ストレートに突っ走ったら、うん、私やってけないわと思ってはあ、はあ、だから普通の中二の男子の思春期をちょっと装ってたりもしたあそうなんだね当はなんかもっともっとも々としてたりとかもしてたんだけどえなんかあそこ行くとエロ本落ちてるらしいです、ね「マジで!」みたいな感じですかそんな中二病はそんな牧歌的なのはもうないないけどねから今きっとそうね ちょっとこう圧戦業者みたいなとかね